こんばんは。モンスターハンターワールドアイスボーン続きやっていきたいと思います。探索で渡りのいて地に向かう。その前にこちらのフィールドマスターに話しかけたいと思います。あんた、あんた準備はできた？私もいて地の調査に出るわ。ちょっとね、探したいものがあるのよ。見つけられるかどうかわからないけれど、やるだけやってみるつもり。そうそう、よければこれを持って行って。あって困るもんじゃないからね。それじゃあ向こうで会いましょう。ホットドリンクアイテムボックスに送りました。ありがとうございます。それでは行きたいと思います。あんたたちもういたんですか？おばさま、早っ。もういらしてたんですね。まあね、気が流行っちゃって。めっちゃ震えてんだけど、かわいそうブルブル。あんたたちはレイギエナを追うんでしょ？はい、痕跡を探してみようと思います。私は他に調べたいことがあるの。別行動を取りましょう。レイギエナはあんたたちに任せるわ。ホラー映画でもありがちだけどさ、なんで別れるのって思うよね。一緒に行動した方が絶対にいいのに。結局探索って言いつつまた戦うの？それじゃ、私はこの辺で。こっちに行ってみる。じゃあね。ではレイギエナの痕跡を探しましょうか。いや、ていうかおばさま、一人でアクティブに走ってったけど大丈夫？何回もういないわ早っ足早っ。お前も早いな。なんでやる気満々なんだよ。レイギエナの痕跡です。見たところ、進行方向はこちらですね。痕跡またありました。結局方角は合っています。探索と言いつつ、調査すると言いつつ、まあ、戦うのガンナーが良かったかも。行き止まりがダメです。この先へは進めません。行き止まりばっかなんだ。他の場所を調べてみましょう。何か見つかるかも。本当に？ん？古い爪痕。そうですね。あちらに行ってみましょうか。どこにあるの？古い爪痕。あ、向こう側なの？見えないってこと？ん？これか。ずいぶんと開けた場所のようですね。どこ行ってんの？どこ行っちゃったの？行ってみましょう。ずいぶん行っちゃってるじゃん、一人でそういうのはやめていただきたいよね。あっちの段差の上で何か動いた気が。いや、おいおいおい、何遥か彼方まで一人で行っちゃってんのやばいってこの人。なんか右の方からなんか音が聞こえたんだけど。あれは古代竜人。レイギエナのことを伺ってみましょういつもあそこに突っ立ってるけどさ、なんで襲われないんだ。呼んでる、こっちを。こっちだよって。わあわあ、おお、久しぶりに見た。もしかして一つ星の仲間。
何探し物。ああ、あれの場所かな。こっちじゃないよ。下下、そのほにゃららに匂いを覚えさせたから行ってみて。ありがとうございます。下の道ってどこだろう。知らん。あ、シルベムシが下の洞窟に。もう忘れちゃったもん、ここのフィールドのことなんて。何年ぶりだと思ってんの。ほぼ初見だよこんなの。おーい、こっちです。私の姿が見えてないのか。そういえば、魚も凍ってる。おばさまは何を調べていらっしゃるんでしょう。そもそもここに来たのも別の目的があるようでしたし、もしかしておばさまは渡りの地の存在を予測していたとか。もしの、もしじゃない、森の虫かご族、こんなところにもいるの。めっちゃ綺麗なんだけど、でも魚が凍ってる。永久凍土かな。おばさま、あんたたちもここに来たのね。はい、レイギエナの痕跡を追ってシルベムシの案内で。そう、じゃあそれに従えば先に進めるかもしれないわね。大丈夫でしょうか。でもあそこ以外行けるところもなさそうですし。早速調べてみたいけど。ちょっと難しそうだね。さすがは推薦組。あんたはこっち。はい。どうか気をつけてください。ちょっと無理。ちょっと無理なんですけど。ああ、あれがない。私ちょっとこれに戻り玉を入れてなかった。ちょっと待って。ちょっと待って、この装備じゃ無理です。なんか変なハテナのマークがあるんだけど、この左下の飛びかかち亜種の隣に何なのこれ。私のあの嫌いな白いやつかな。どこ行った、やつどこ行ったんだよ。こんなとこにいる。いや、高すぎてゲームといえどもヒュンヒュンすんだけど。どこだ、どこどこ。遠い。どこにいるの。ちょっと待って、見失っているし、どこにいるの。曲がったところ。なんだよこのハ
テナの足跡って何なの？いや、ハテナが2つに増えとるよ何これ。かわいく座ってんだけど、嘘でしょ。いや、刺されても気づかんのかい可愛くちゃんちゃんしてた。あー、そう、こいつトゲ飛ばすんだっけ。やだやだ、ちょっとちょっと、そばに寄りすぎ。しびれろバカ、しびれんのかい、こっち来るんかい。やめてくださいね。いや、急にこけんのかやなんか来たし、誰、おい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 地獄じゃねえかよ、ここ向こう側にもなんかバフバロとかやつが歩いてったし、ここはやべえね。あー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 ああ、すごい、結構すごいいいダメージ与えてくれた。立ち去れよバフバロが来た、今度バフバロにもついでにやられろ。最悪だ。え、なんであそこでこけてんのかわいそうすぎる。これでまたこいつとやるのバカでしょちょっと、ちょっと邪魔だな。危ない、私がしびれてしまう。ジビー、邪魔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 、まだ近くにいるような気がするんだけど違う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 、でも自分でも毒になってない、これ。見えない見えない、うえー、何したの何が起きたんだ。ああ、あいつに刺されたのかな。周りにブンブン飛んでるやつ、何してんだ、あんな可愛らしい車を。
愛らしい。何してんの、何こいつ、なんでこんなしびれてんの、あ何してんのこれ、危ない、やめろやめろやめろっていてえだけなの、剥ぎ取りたいだけなんだけど、そうこのねモンスターの特能ってやつが欲しかったんだよ。ちょっと一旦戻ろうか。やっぱりねモンスターがねマスターランクのやつになると強いから結構倒すのに時間かかっちゃって、ちょっとそばに寄らないで。なんだこいつら、ちょっと待って、解毒薬を使えっていうよりあいつら何なの、急に急に何ですか、解毒薬なんでこいつら私を襲ったんだ、スカンクみたいなやつ。回復薬グレートが大して回復しないな。ちょしつこいわ、ストーカーかおめえ、キモい、気持ち悪いよこいつ、すごいストーカーっぽいずっとくっついてくるんだけど、避けないでもらっていいですか、当たれ、とか言って、そうするとあいつらが群がってくんで、突然めっちゃ進んでくる、急に疲れちゃった。急に疲れてる、また疲れ再び、妊娠の層また疲れてる、
吹っ飛んでった。こっち行っちゃった。転がり始めるともう連続で転がっちゃう。どうしても私と同じ方向に進むよなこいつ。やめてくれ。早食いが欲しいな。しつこい。壁だ、壁があっていけない。ちょっと落ち着けよ。邪魔、もう壁が邪魔。痛てえな。
んであそこで脅してんの。やつら脅してんの。狭いんだよね。嫌いなんだけどここ。めっちゃ近いんだけど。超鮮明。狭すぎ。狭いよ。この尻尾なくなってくれ早く。あーもううざいわここ。ちょっと疲れてるけど。なんなんだこいつ。人のそばに寄ってきて疲れるんじゃない。なんなんだ。人を突き飛ばしてから疲れてるんじゃねえよ。こいつマジで。寝てんのかな。いや寝てねえわ。寝てねえっすわ。そしたらじゃあ今でもやろうかな。こっち来い。かわいそう。
やだ、何この植物。ちゃったか。どこだ。邪魔すんなよお前ら。怪我はありませんか。探索を終えて合流しましょう。もう探索じゃないじゃん、もうやめろや。もう探索じゃないんだよ。もうモンスターの狩猟なんだよ完全に。マジでこいつらムカつくな。あ、そうだ、毒にやられるんだっけあれってね。そうか、あれを打っちゃいいのかな、毒のやつ。ほら浴びろ、毒煙にやられちまえ。私も乗っちゃった。あ、いいや、ランゴスタ、ランゴスタ。他にどこにいる、ランゴスタ。よし、じゃあ戻ろうかな。これじゃねえって。じゃあ行こうか。調査団の船ではなさそうですね。いえ、それよりもっと古いでしょうか。見つけた。不思議な材質だね。こんなもの見たことがないよ。あの人の字だ。あの人？調査団が派遣されるずっと前、新大陸を目指した冒険家がいたの。いつかは見つけられると思っていたけど、大量のモンスターが騒いでいる。撃った？石を見つけた。特殊な環境下で生成か。調べてみる。これ以上は破れているわね。レイギエーナたちの異常な行動と歌、今の状況はこのメモと似ています。その石を調べる必要がありそうね。おーい探したぞあんたたち。おお、すげえ古い船だな。ちょっとそれは後にしましょう。アステラから召集がかかったわ。急いで戻りましょう。え？これ祖父が同じ石だと思うんです。まさか新大陸から持ち帰ったってことかい？
やっと謎に近づけると思ったのに。一緒に来るかい？石のことを知りたいんでしょ？私もよ。知りたいことから逃げられない。はい。でも真実ってすごい速さで飛んでいくの。追いつきたいなら進むだけよ。ねえ、だったらあなたの代わりをさせてもらえないかしら。しばらくの間私があなたの相棒。それでどう？俺のパートナーは優秀だぞ。断る理由なんかないよな。皆さんありがとうございます。いい仲間じゃない。やったな。話はまとまったわね。行きましょう。またな。何か掴んで戻ってきます。相棒もどうか気をつけて。よく急ぎ戻ってくれた。君たちを召喚した理由だが、どうした？三代目食いしん坊の姿が見えないようだが。彼女は現在別件の調査に取り掛かっています。この人のサポートは急遽私が。なるほど。では本題に入る。先日大有塚の荒れ地と岡三五の大地で未発見だった亜種が目撃された。現在のところは2種。パオウルムアシとプケプケアシだ。突然のアシの出現だが、研究班の見解によるとレイギエナと同じく何らかの異変を感じ取り活動を活発化しているのかもしれないとのことだ。それが事実とあらばこととなる。実際にレイギエナの異変を目撃した君の力をぜひ借りたい。ではアシの資料はこの人に、記録は私が行い逐一を研究班に報告します。それでいかがでしょう？結構では、よろしく頼む。あなたの担当は亜種の調査よ。しばらくよろしくね、相棒さん。ということで、突然食いしん坊の相棒がいなくなったということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。